ご支援いただいている国民の皆様、スポーツ関係者の皆様、大会準備に携わっておられる組織委員会の皆様に大変ご心配をおかけしており、申し訳なく思っております。本日は2014年までに、すでに解散してしまった東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会元理事長として会見をさせていただきます。改めましてお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本件は招致委員会とシンガポールのコンサルティング会社ブラックタイディング社との間で取り交わされた2つのコンサルタント業務に関するものであります。これら2つのコンサルタント契約は通常の承認手続きに従い締結されたものであります。2つの契約に関する倫理書は通常の承認手続きを得て最後に回覧され私が押印いたしました。私の前にはすでに数名が押印しておりました。これらの契約内容はロビー活動および関連する情報を収集するコンサルタント業務の委託になります。これらの契約につき私は国会の衆参両院の予算委員会をはじめとする各委員会に呼ばれ、私は招致委員会元理事長の立場で参考人として説明をいたしました。質疑に対応するため私は実務の詳細につき国および都から派遣された招致委員会当時の職員などに実態を確認し報告をさせていただきました。招致委員会事務局は主として国と都から多くの人材を派遣いたしていただいてオールジャパン体制で業務を行っておりました。国会においてはその後本件に対してさらなる追及はありません。さらに JOC は第三者により外部の弁護士公認会計士による調査チームを設置し延べ37名の関係者を対象に私が署名に立った経緯につき綿密なヒアリング調査を行いました。調査報告書はブラックタイディング社とのコンサルタント契約は適正な承認手続きを得て締結されたものと確認しております。承認手続きにおいて
担当者が取引の概要説明を記載した書面の稟議書を起案し、その上司が順次承認した上で理事長であった私に承認を求めるものであります。私自身はブラックタイディング社の契約に関し、いかなる意思決定プロセスにも関与しておりません。私には本件に関与していた人々や本件の承認手続きを疑うべき理由はありませんでした。調査報告書は招致委員会からブラックタイディング社への支払いはコンサルタント業務に対する適切な対価であったと結論をつけております。また付け加えますと、調査報告書では私がブラックタイディング社と国際陸上競技連盟会長およびその息子がいかなる関係があったことも知らなかったことを確認いたしました。また調査報告書はブラックタイディング社との契約締結に日本法において違法性はないと結論付けました。この調査報告書は2016年9月に発表され、それ以降さらなる調査は行われておりません。2017年初旬にはフランスの要請を受けた東京地検にも協力し、すべての質問に対し回答をいたしました。東京地検では何らの手続きも行われていません。その後フランス当局の要請により12月10日パリでヒアリングを受けてまいりました。そこで全ての質疑に応答し、自らの潔白を説明いたしました。現時点私の心境といたしましては、この騒動により2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け着実で順調な準備に尽力されている皆様、組織委員会、オリンピックムーブメントに対し影響を与えかねない状況となってしまったことにつき、大変申し訳なく思っております。また、信頼するスタッフたちが一丸となって熱い思いを持って取り組んでいたのは紛れもない事実であり、その支えがあったからこそ、この東京招致が実現できたものと確信しております。言葉をお借りして、改めて、当時のスタッフを誇りに思うとともに、皆様に感謝を申し上げたいと思います。今後、私は現在調査中の本件について、フランス当局と全面的に協力することを通じて、自ら潔白を証明すべく全力を尽くしてまいります。以上であります。すみません、それはいつだったんですか。
言えないんですが、まあ、ミニゾンエクザマンされた方は8割
起訴されたという事実が出ておりません。容疑があるという方法で言ってますね。みぞねさまされた方は容疑がなければみぞねさまされないという状況なので、それに対してどう答えられますか。起訴はされていませんし、容疑をかけられているということで、これから調査を始まるかという審査が始まったというふうに理解します。調査はもう3年前から続いてるんですけれども、実際にその本人の容疑だったり、そういうことについてはこれから審議をされるというふうに理解します。今、ビッグドン・エクザマンの状態ですけれども、今後は捜査には協力するということで、フランスに呼ばれたフランスに行くんでしょうか。もちろんコメントで、発信しています。これはちょっとバスタスみたいな。今の柳屋さん、会長は答えられない。会長が答えできる。柳屋さん、答えてること、会長も答えられると思います。このことについては、説明する場を設けるということは全く考えていない。今後の予定についてはこれからです。マリリン、また他に行く予定はありますか。私自身で